おはようございます。おはようございます。始まりました、マジマ。はい、2回目ですね。です。はい、この番組はですね、2回の合計収支で競いますと。はい、で1回戦目、まあ、前回僕なんかすげえ勝ったと思ったんよ、うん、俺めっちゃ勝ってると思ってて、うん、配信見たら俺負けてですね。ええ、俺負けてなかったですか。ね、負け負けで僕の方があんま負けてないからってことで。そういうことね。そう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 。ただここの差が800枚ぐらいありますから、うん、めちゃくちゃあるんですよね。意外とありますよ、800枚って。なんか前回エンディングの時はジロー君にポジティブになれって言われたから、はい、800枚差意外と楽勝だなとか思ったけど、はい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 、ちょっと冷静になってだいぶピンチ出す、ピンチ出す今。あれ、なんて言いました。ピンチ出す、出す、変な方言みたいな出てきましたけど。いや、ピンチなんです私今、はいはいはい、なんでちょっと今日は頑張りたいなと思います。殿堂入り阻止したいと思います。僕もこれ買って、うん、次の対戦相手プロボッコにしたらもう殿堂入りですから。そうですよね、はい、これでもうリーチかかるっていうことになるんで、うん、まあここだけはちょっともう僕も頑張らせていただこうかなと思うんですが、はい、今日はもうたくさん人来てます。あの、お強い日ということもありまして、はい、たくさんの人来てますから、年始のイオンぐらい人来てます、うん。ちょっと難しいけど、クリスマス前の高島屋ぐらい人来てます。めっちゃですね。じゃあめちゃめちゃ人来てます、うん、渋谷のハロウィンぐらい人来てます。あ、めっちゃ来てますね。来てます、うん、ハイタッチしたくなるやつ。なるやつ、なるやつ。そう、はい、800枚差っていうのを考えて私はちょっと強気に行きたいな、はい、行きたいな、行きたいな。何行きたいな。行きたいっすか。やっぱ 6.5 号機で行きたいですね、はい、なるほど。スマスロより前回 6.5 号機の方が出てたような感じがしたので、確かにお店の状況良かったです、 6.5 号機の方が、うん、だから今日 6.5 で抽選悪かったけど取れれば、はい、厚かましいんですよ。番号悪かったやつが 6.5 号機行きたいですって。みんなそらそうっすわ。そうですよね。1番引いてみんな行きたいね。厚かましいな。当たり前のこと言ってた。そう。あー、そうか、反省します。すいません、コメントとか見てると、うん、ジローが偉そうだとか。いやいや、でもさ、実際偉いから仕方ないよ。いや、偉くはないんですよ。偉くはないけど、選ぶってんのは得意なだけで、次郎が偉そう、白鳥美優かわいそうとよう言われましたんで。そんなことないでしょう。楽しかったですよ、前回。あ、本当ですか。うん、もう大きい声で言わんと、そういうのは。めっちゃ楽しかった。あ、最高。そうそうそう、次郎くん、次郎くん最高ということで、今日も頑張っていきたいと思います。お願いします。おはようございます。おはようございます。あ、いいんじゃないですか。あ、全然あれよ、アクエリオンか、イネアシャ。あ、待って、やったよ。え、私イネアシャ対決しましょうよ。やった、え、やば。これ見て、設定変更した感ないっすか、このノズル。こうやってやって、でも電源オフオンするとき台開けるとこもあるからな。行きます、お願いします。なんか、うん、自信終わりなんですよね。かなりある、正直。イネアシャに関しては、はい、でもめちゃくちゃ自信あったんだけど、はい、ジロクがちょっと業界屈指のイネアシャマスターって聞いたから、はい、そうですよ、そうですよ。じゃあめちゃめちゃ詳しいかって言われるとそうでもないんですけど、うん、めちゃめちゃ出したことありますね、はい、そこが大事だよね、結局は。この台って犬屋社に愛されるか否かじゃないですか、大事な。あ、割と愛されてると思ってたんだけど、はい、それより上がいたのかなと思って、はい、まあ、でも今日は勝ったかなって思ってる。はあ、うん、なるほどね、うん、今まで最高獲得枚数は、うん、トータルでいい。何トータルって。最終出玉みたいな。まあいいっすよ。いい。あ、でも5200枚。あ、でもまあ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 、あ、上出来っすね。あ、でしょ、でしょ、はい、でしょ。ジローさんは。僕はその、うん、まあ、粘って1日粘って打ったみたいなのはあんまないんですけど、うん、まあでも 4,5000 枚ぐらいですかね。ああ、じゃあいい勝負してる。でもなんか助けてくれるのは私いつも犬屋さんなんですよ、なんか困った時に。マジっすか。うん、なんか愛されてるのかなって私も思ってたんですけど、はい、ジロー君はすごいいつもさ自信満々じゃないですか、はい、だからそれを聞いてると自信なくなってくる。ああ、やっぱ違うかもって。うえ、スイ
カ一発。あ、マジで？スイカ一発ゲッカー。マジ？ある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 。これ結構設定差あるんじゃねえかなと思ってるんでね。うわー強いな。あわー、これは朗報ですって、はい、じゃあ私 決めよう。あ、もう、うん、あるかもあるかも、うん、あるかもね、はい。うわー、やっぱね、ダメなだよって時スイカで結果いかないんで。ぶった切らして。いやー、これぶった切らしたら困る。この段階でなったりするけどな。パーキンつってパーキンつってなるけどな。まだ色変わるよ、まだ変われるよ。お、遅いんちゃう。あマジか。うまうますいません。うまいな。え、なんか白米あります。白米ない。あ、白米食いてよ俺、これ今これでチェリーでさくらんぼで白米食いてよ。はい、白米食うよこれ。すごいわ。早ー。投資5本でございます。マジで。うわ、マジか。誰か僕の前で犬屋社強いとかほざいてるやつおったな。そういや犬屋社なら負けないって自信あったのに。いや強すぎるもん。さあ1ゲーム目から頑張れこれ、うん、赤くなれ。あー、はい、うわマジか。はい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 、ありがてえな。赤でもええ赤でもええ。あー完璧。お座りは言わへん。いやー僕あのちなみに2022年のベストパチスロは犬屋社っていろんな人に言ってるんですよ。うんうんうん、うん、何すか。私マジ犬屋社って言ってる。もうええて。泥棒、おい泥棒猫、泥棒猫。ガチで犬屋社って言ってる。先言って聞いて同じのやったら泥棒はずるいか。ずるいよ、だって逆に私も泥棒って思ったもん。でも結構やっぱカバネリっていう人とか、うん、うん、まあ、バルブレイブとかも出ましたから、うん、年末切りにその辺言う人多いんですけど、やっぱ犬屋社って時代変えましたからね。犬屋社あるんだ。珍しい珍しいパターン。救われた。マジか。でも封印できないと終わる。うるせえな。黙って見てろ黙って。次もブーストチャンスかもな。ブーストチャンスやろなと思って。誰がアホやねん。あ、おこれ奇跡起きる。ふすまはや。316枚、平行ぞろい。ちなみに男性のタイプでいうと犬屋社と殺生丸様いるでしょ、はいはいはい、どっちかっていうと犬屋社の方が好き。はい、見た目。なるほどなるほど。なんかさ、殺生丸様の方がかっこいいってイメージ、うん、あります。あるでしょ、あるでしょ。ちょっとクールな感じで、ね、そうそうそう。私は犬屋社の方が好き。可愛い方が好き。無邪気な感じが好き。はい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 。僕どっちかといったら殺生丸でしょ、うん、え僕が。え、僕が。どっちかというとですからね、皆さん。そう、あの、勘違いしないでください。僕は犬屋社だとか、私殺生丸だとか言ってるわけじゃなくて。勘違いしないでくださいね。すいません、僕殺生丸に似てませんじゃないっすよ。マジ勘違いしないでくださいね、これ大事なんで。どっちかというと、うん、あの、どっち、2個しかないとして。そう人類全員を犬屋社か殺生丸にカテゴライズするっていう話をしてるんですよ、うん、したら13本で本日初の仕込みボーナスです。ボーナス確定だぜ、ね、斜め。あ、仕込みボーナスラスト。へー、1回目で。マジ嬉しい。やったぜ。あんな煽り来ないですもんね、この方。ビーンって。嬉しい。さっき何回ボーナス来ましたっけ。2回。あ、2回。 OK、 抜きます、超えます。1回。288枚でした。嘘、マジか。まあしゃあない、次頑張ろう。
あ、ポジティブになってる。うん、ポジティブ。今年の目標ポジティブなんで。わー。はい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 。ボーナス確定だぜ。まあ、2回目なんでね、あんまだやっぱ 1,3,5 ですからチャンスなの。え？え？なんで？あれ？なんで？2回。あ、ごめん、知らん。手数がかと思ったら。はい？ぶった切りって言ってた。あっつー、いい台だ、いい台、いい台来た。あー、これいい台です。2スルー目で入った。あー、すげー。1スルーでだから2回目。 2回目。そう、はいはいはい、こんなもんボーナスに決まっとろう。あ、はい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 、おらはいはい、いいいいいい。あ、もうこんなもう勝って当然の台っすわ。投資12本です。あー、ラッキーラッキー、マジで今日5000枚買って帰れるわ。マジか。はい、はい、スイカ 100% です。 100% 100% でーす。50です。いったー、いったー。 100% ですから。いったー、マジかー。 100% です。ずいぶん差できましたね。ね、できちゃったな。まだメダルあるけど。背中見えます？僕の。まだ見えてる。まだ見えてます。ああ、ちょっと遠のいた。理想の展開じゃないですか。完璧っすね。ね。もうあとは3つ目、4つ目、いかに早く取れるかですから。ね、ここで、よし、熱い。こういうのなかなか当たらんしな、この演出。お願いお願い、まだ終わらん、まだ終わらん、まだ終わらん。うまい、うまい、頼む、頼む。あ、お願い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 。あー、うま、最高すぎる。やっぱレア役でねじ込みましたね。ご飯持ってきます。いいですか、お茶碗一杯分。小盛りでいいんで。小盛りでいい。うん、待ってますよ。スラッシュで OK。 あ、マジか、下で消えた。マジで。あらー、4つ、すごいな。ピランテ変われよ、何してねん。いや、でもあまりにかけ離れすぎるとちょっと背中は追えなくなるんで、はい、ほどほどにしといてほしいですね。でもそうやって圧勝してきたんでね、うん、僕は。あ、そういう人生です。はい、もうほんまに嫌。あ、もう世界記録挑戦します、こうなったら。はー、うーわ、マジ。あ、初めてや、ほんまに。7連続赤だな、ほんまに初めて。7連続すげーね。うん、1000枚超えた、よかった。ついでにここで、あー、弱いか。そことない。よし、頼む頼む、強い技くれ。あー、おーった。風の傷やからちょっと諦めてましたが、ここいやー、来た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 、おった。なんか久しぶりに言いました、犬屋さんの、ね、なんで封印できひんかったんやろ、ここもボーナスもらったのに。ここで決めよう、ラストチャンス。来た1回しかないチャンスは、頼む。あー、決めた。決めた、すごい、最高すぎる。マジ最高すぎる。マジ、え、でも5個でボーナスで封印できなかったのもすごいね。うん、ここでもう引き離されていくよ。勝ったね、これも感想や。あ、マジで感想ですね、これは。いや、普通マジで普通感想するんですけど、こんなもう6個目とか引いてたら、うん、ちょっと枚数少なすぎて。あの赤七がブーストチャンスが何連続来たんでしたっけ、はい、7連続。でその後引いたボーナスも5回中4回、うんうん、マジで、はい、あ、それは封印できないね。そうなんですよ、うん、ほら、スイカから煽り、うん、スイカから煽り、これめっちゃ熱い。大体行きません、煽りから。あー、来たよ、来た。あー、もう絶対ここやって並び、来た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 、絶対ここ並びっすよ。待って、決めないとダメだから今。は
はい、そんな大声で言われても当たり前のことを何言ってんすか。当たり前じゃないですか。結果来たから安心してたけど、はい、決めなきゃいけないなと思って。当たり前じゃないですか。結果来たからいいわけじゃないよね。もうもうなんやねん、あかなって。負けたわ。復活ないよ、来た。これおった、よかった。嬉しい。135ゲーム投資19本。あっぶなー、マジでやばい。嬉しい。そもそも私1000枚出さないとプラマイゼロまで持っていけないから、やっぱ感想です ね。オッケーオッケー、よし頑張ります。だいぶやばい。お、これあるんですか。ありましたね、リプレイでした。おい、リプレイから、リプレイから。危な、頑張って紫まで貯めました。赤封印、いや、いいの。500ゲーム500ゲーム選ばれる。500ゲーム、あー欲しい、やったー、俺も欲しい。イエーイ、絶望からの。いいよ、ナビ引けてるよ、ナビ引けてるよ。あ、やばい、封印が、封印が、はっ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 、イニアシャー、イニアシャー、はっ、イニアシャさん、長い付き合いじゃないですか。もうええやん、エンディングで。あ、エンディングでええやん、もう。あ、そうか、じゃあここ決めるか。あ、そっか、ぶた切りともあんのか。しゃあね、ここ決めるか。比較的得意です、ぶった切りゾーン。人生トータル勝ち越してる気はする。マジ？うん。ありそう、ありそう。来い、来るか、来い、来た。わー、うますぎ。マジでうまいわ。いいな。いいな。いいなって。すごい。だってなかなかここで無理なんですよ。はい、ここ苦手なの。あ、ぶった切りぞ。ダメだったよ。559枚。ボーナス6回で終わりました。あちゃー。あちゃー。でも2回目でも同じ枚数出ちゃった。ってことは1900枚差あるってこと。ありますね。ありますね。もう寝とこかな、後半戦。寝てても勝てる気がするね。ね、アラームだけセットして寝ますわ。エンディングまでに起きてもらえれば、うん、はい、え、まさか、まさか、マジで、え、急にそんなことあるの。内部的にみたいなことがあんのかな。初めて見た。僕もっす。これ負けたとしても月下行くんじゃないかな。負けたとしてもこれ勝たれへん、はい、本当に行った。マジなんだ、決めちゃうんだろうな。あ、月下行った、月下行った。私も続いてきやがって。続いていくよ。こんなバン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 月下行かないよ。やばい。うわ、はあ、最高か。マジか。ああ、最高か。これ最高か。マジ？最後のだけで行ったってこと？はい。マジかよ。ああ、これまあ店もいいし土地柄もいいし。完璧ですね。わ、じゃあ台もいいし。かな。腕もいいときたもんだ。腕もいいときたもんだ。完璧じゃないですか。全部噛み合ってます。いや、ちょっと待って、今追いつくんで、ここでちょっと見させてもらっていいですか、うん、いいよ。ほら、4回も続いちゃって、あれやったら変わるけど。いいか、振ってくれます、ぶち込んであげるけど。いやいやいや、もうここで決まってるんで、大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫そう、大丈夫そう。これは並んで戦いたいですね。ほら、ほら、ほら、強チェリーも引いちゃった。さすがにか。さすがにですよ、これはもう本当に。うん、さすがにですね。もうこれはもう安心して見てられる。バック青とか関係ないっすわ。えい、いやいや、ここで復活があるからね。うん、はい、45ゲーム
結果から同じような展開ですね。44ゲーム45ゲーム、あ、本当だ、44、45。いやこれはいや負けませんよ、ここは熱き戦いが、うん、ね、ありますね。負けないぞ。40ゲームくれ、見たことない40ゲームくれ。封印だ。羨ましすぎる。どうどう封印どう、ナビもないし封印も20ゲームだし封印もない。おっしゃ、スタートが違う、スタートが違う。許せ許せ、待って待ってる待ってる待ってる、やったー、一緒一緒、確定。634枚でした。武蔵、武蔵だ。6号機どうかなと思ってましたけど、番長ゼロ中心にこの寝台モモキュンソードまでかな、この辺並びでバーッと、まあ、バッと見強いですね。挙動は全然見てないですけど、僕はねジャグラーもどっか強い箇所あるんじゃないかな、並びがあるんじゃないかなと思ってましたけど、正直ね、例えばハッピーとかもマイジャグとかも回ってないんすよね。これとかもう全然わからんじゃないですか、全然わからんけれども回ってないんで何とも言えんと、まあ、何にせよ、番長絆信頼とか強いし、で窓マギ前編後編のあの辺も強いんですかね、もしかしたらの可能性もあるし、この辺の並びの可能性もありますね。こんなんしてる時間ないです。頭下げてる場合じゃないですよ。いやお疲れ様ですって言うのかと思って待ってます。いやいや、もう疲れてなんかないですよ。疲れてないですね、はい、ワクワクしてますよ、早く打ちたいですよ。私の結果言ってもいいですか。はい、前半戦でマイナス400枚ぐらい、あらで1回目の対戦でのマイナスが800枚ぐらいなんで、はい、1200枚マイナスぐらいですね、現状。全部差空いてますよ。ですね、まあ、僕はもうほぼ完走みたいなことやりましたから、1900枚出して500枚600枚出してって感じなんで、まあ1700、800枚ぐらいは浮いてますね。じゃあ3000枚以上差が今はいはい、空いてるってことで、だいぶまずいです。まあ、もう勝つも諦めてもらって、うん、楽しくユニアシャ打ってください。高設定っぽいじゃないですか。うん、だいぶしっかりお店の状況を見て、うん、どうのこうの言ったわけじゃないですけれども、はい、僕の台もすこぶるいい挙動してますし、こっちもいい挙動してます、うん、で周り見ても、ドル箱全員使ってますと、うん、なったらもう並びですきっと。いいところに座れたね、うん、おかげさまでいいところ座れました、はい、よかったです。なんでこの後もう分回すしかないと思うんで、はい、もう誰が何枚買ってるとか上げてるとかそんなんじゃないです。どっちの方がイニュア社に愛されているかどうか、そうですね、これだけです。対決しましょう。はい、もう買ってるんで、もう多分差はできてますけど随分いや私も今度こそはやりますんで。え、なんかふわふわしてんな。じゃあだってさ強いんだもん、ちょっと、はい、やっぱすごい圧力がかかる。そうです、そらそうですよ、圧力一本でやってんすから、ハッタリで飯食ってんすから、こっちら100% って言ったら本当に止まるし ね、であれね、うん、100% って言って止まらんかった時、うん、切られるんですよ。あ全部 100% になってるってこと。そう、あすごいマジックだ。そうなんですよ。わかりました、じゃあ私もちょっと強気でいきます。いっちゃっていいっちゃうか、うん、いっちゃいますじゃん。2400枚出しますなんて言いながらね分回していただいて4000枚出します。あもうここ切られますじゃん出ないんで出します。どうせ出ないんで、いや頑張ります、気持ちだけは。はい、わかりました。じゃあ後半戦も犬屋社叩き合いでございます、お願いします。わー100枚以上乗せるやつ、いける。え、ちょっと待ってすごくない3枚差、3枚差、あ、見たことない戦いしてる